皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もバラトロー続きから遊んでいきたいと思います。さあ今回はね、マーク全てのフェイスカードが裏向きでドローされる、これをやっていきたいと思います。スコアが 22,000、 まあでもスコア的にはいけると思うんだよね。ただフェイスカードが使えないっていうところがちょっと難点かなっていうね。やっていきましょう。さあどうなるかな。ああ2枚フェイスカードが来てるけど、ここを使わずにストレートを作っていけばいいっていう話なんですよ結局ね。そうなると、うん、わあどうしようかな。3枚来られるときついんだよな。ディスカードしにくいしな。うん、じゃあ一回これでディスカードして、いやー8765、あ来てるね。よしで、いろんな絵柄のやつをプレイして、これでいいよね。 OK、 さあ頼む、ストレートだぞ。何倍？47倍。どうなる？8200。いいね。これをちょっとずつ繰り返していけばいいはずで、裏向きのカードはもうすべて捨てていくと。にもいらんよな。下すぎるやつもいらないよな。ってなると、うん。あとは5と8、9。10も使いにくいんだよな。上の方すぎて。だから、これも切っちゃってもいい気がするな。よし、これでいこう。さあどうだ。あ、エースはそっか、エースは見れるんだね。8、7、6、5がない、5がないんだね。 OK、 じゃあエースと3と、あーどうしようかね、どうしようかね。4削りたくないな、4削りたくないけど、あーでもそんなあってもだよな。これでディスカードしちゃおうか。さあどうだ、9876。あでもまあ4枚あればいけるもんね。これでいっちゃいましょうかね。ハンドフル、あこれもいっちゃう、んー行く意味あるか。あまでも削るためにはいいか、使っちゃおうか。ストレートで、おう、オッケー。さあ47倍、何ポイント？8400。いいね、あと1回8000ポイントいけばいいんだもんね。7654、これでいけんじゃない？どうだ、やってみようか。あ待てよ、そんな気軽にいっちゃって大丈夫か。数字があと765が余ってるね。8も余ってるね。ああ。まあ、じゃあ、あれか。ストレートができなくなるってことはないか。よし、じゃあこれでいきましょう。さあ、何ポイントいくかな？これで、47倍。どうだ？ 8000。あ、いったね。OK。いや、怖いね。裏向きで配られるの。まあでも狙いがこっちが逆に絞りやすかったっていうのはあるかな。やりやすかったのかもしんないな。さあ生産だ。40ドルある。で、アンティ6に突入しましたね。やべえ、8見えてきたな。さて、3枚までの選択されたカードをスペードに変換する。これはいらないかな。選択した1枚のカードをスチールカードに強化する。あああってもいいけど、3ドル払うのもったいないかな。ボスブラインドをアンティごとに1回リロールする。アンティごとに1回リロール、1ロールあたり10ドル。あ変えられんのが、うわーでも10ドル、まあまあするね。チックこっちは、あ4ドルで3倍もらえるって考えると、これは開封しちゃっていいな。で、
いらないので、あ、待って、ワイルドカード、ワイルドカードか、10、いや欲しいかもな。あ、いや、ワイルドカードいらないか。そうだ、スーツがどれでも自由になるだけで、ランクは変わんないんだもんね。ランクは10だもんね。じゃあいらんか。うん、スキップしましょう。オッケー、倍率が上がった。30倍になるのでかいな。で、こっちはタロットカードから2枚か。8ドル。これ2回スキップしたら倍率6足されんのかな。だったらありだな。やっちゃおうかな。やっちゃおうか。さて、どうだ、一応見てみよう。このランで使用された最後のタロットまたは惑星カードを作る。あ、なるほど。じゃあ土星ストレートがまた強くなれんのか。いい、ありだな、ありだな。全然。あとは選択した1枚のカードをストーンカードに強化する。ストーンカードいらないな。最大2枚の選択されたカードを1つ大きい数字にする。これは絶対いらない。資金を2倍にする。最高20ドル。お金もらえんだ。選択した2枚のカードをラッキーカードに強化する。あー、ラッキーカードな、世話になったからな。前かなり来るもんね。15分の1の確率の20ドルが結構来てたもんね。ありなんだよな。はあ。うわ、これ別にスキップしなくてもいいかもな。まずこれ使いたい。これで土星が来る。で、土星を使用する。オッケー。ストレートのレベルが6になった。でかいね。で、さらに、ラッキーカードか、資金2倍か。やっちゃいたいな。どうしようかな。資金2倍、いくか？はい。ちょっと考えた結果なんですが、魔術師。選択した2枚のカードをラッキーカードに強化する。これいこっかな。まあ、確率は低いんだけど、20ドルもらえるっていうのもいいんだけど、5分の1の確率で倍率プラス20。これ、1かバチかの時にかなり強いと思うんだよね、結局。50分の1の確率ですごいことになるから。50分の1じゃない、5分の1だ。これいっちゃおうかな。で、何に使うかっていうと、13、12あたり。ここら辺いっちゃおうかな。これで運良ければすごいことになる。オッケー。いやー、この選択がどうなるか。うん、これも欲しかったけどね。まあいいでしょう。後で買えれば買うって感じで。オッケー。さて、スキップするとダブルタグ、次に選択したタグのコピーを与える。ただしダブルタグは除く。タグのコピーを与えるってなんだろうな。タグってこれかな。このマークがタグかな。このランでスキップされたブラインドごとに5ドル与える。じゃあスピードタグがもらえるんだ。ほう。なるほどね。まあ、いっかな、プレイしていこうか。よし。やっていきましょう。さて、7654でいけるね。これも普通にどんどん作っちゃっていいよね。さて、いいじゃない。早速一発目から作っていけんのでかいよ。53倍、1万ポイントいくね。あ、なんだ、 10K 実績アンロック、ジョーカーもアンロックした。なんかいいね。かなり幸先いいよ。12、11、19。これもいけるね。あ、もうこれ勝ちなんじゃない？これでもう勝ちでしょ。どうなんだ？さっきだってもう1枚いっちゃったもんね。さっきの下の方のやつで。
あれ、あ、やっべえ、すげえ、ちょっと強くなりすぎた。4枚で2回のハンドプレイでもう終わっちゃうのか。12ドルいただく。さて、ゴールドカードにする。ラウンドのファーストハンドで6のカード1枚を使用したとき、それを破壊しスペクトルカード1枚作る。いらないね。でも40ドルあるからこれ買っちゃってもいいかもな。待って、天体パックとアルカナパック。なるほどね。天体パックとりあえず先買おうか。これでストレートが出たら出ないね。フルハウス1ペア4カードスキップしちゃおうか。 OK、 倍率入った。33。アルカナパックはどうしようかな。これ買うと10ドル、これ、あ、10ドルだね。使うと、マックスの利子がいただけないんだよな。利息か。わ、どうしよう。まあでもいっか。ちょっともらえないぐらい。いきましょう。さあ、アルカナ。どうだ？あ、これ、あれか。タロットまたは惑星カードなんだ。じゃあさっき使ったのがタロットラッキーカードにするやつか。ラッキーカードそんな増やしてどうなんだろうな。意味あるかな。なんかすげえ爆死デッキになりそうだけど。まあでもなんかありっちゃありか。倍率上げるより使ってみようかな。よし、オッケー。あ、でもこれ今使えるわけじゃないのか。そっか、今のカードどれかいけんのかなと思ったけど、これバトル中にやる必要があるんだ。なるほどね。わ、じゃ、これどうしよう。買っとこうか。22ドルになるから、まあまあまあいいでしょう。買っとこう。一旦ディレクターズカット引き換え、ディレクターズカット版をいただきました。さあこれで、待って、ホイールか。17枚のカードが裏向きでドローされる。これもう早速ボスのリロールしたいね。ああ、ボスをリロールできる。やっちゃおうかな。やっちゃうか。やっちゃおう。なんだ、お寿司。ストレートをプレイすると資金がゼロドルになる。くっそ。私だけを狙ったやつが来た。最悪。まあでももう12ドルしかないからな。ああ。まあいっか。全然いいわ。ここのステージでお金を全部使い果たそう。で、13、12、19、6、4、3。バラバラだね。まあ、とりあえず、13、12、1枚ずつあればいいかな。6、4、3もいらないでしょう。これをディスカードして、さあどうだ。うわー、なんか偏ってるね。これはやばいな。待って、12が？ 12 はまだある。12をじゃあ削って、あー、でも待てよ。この、あれか。ブルーシールのカードは手札にあった方がいいんだもんね。うわ、まあすごい、なんかあれだな、今めんどくさい感じになってるな。ちょっと一回ラッキーカード作ろうかな。これでラッキーカード作成。 OK、 忘れないうちにね。でそうなるとこの13がいらない。こんな感じかな、いらないカード的には。これでディスカード。うわ、下の方が来んのか。待てよ。9これ捨てちゃうと、あと1枚しかないんだもんね。うわー、これ9捨てたくないな。10、9、8、あー。いくか、でも。あ、11来た。OK。ってことで、13、12、11、19。でいいかな。大丈夫だよな。
うん、大丈夫なはず。プレイ。さあ、これで何ポイントいくかな。3万ポイントいけばいいんでしょ。33倍4倍、12800。いいね。エース13、12、あと11がないとダメなんだな。11はあと3枚ある。3枚ね。まあじゃあ下の方削っちゃっていいかな。8は8もあるね。うん、待って、8の下は765あるね。よし、これでハンドプレイ。さて、なんか4枚の連続したカードが来ないっていうのが結構きついんだけど、あ、来たね。11が来た。これじゃあ使っちゃうか。あー、もう2か。うん、今回は生き残ることを優先しよう。 OK、 5枚。お、倍率20入った。 1.5 倍も入って、あ、これすごいことになってるな。95倍。すげえ、やっぱ倍率20倍でけえな、ラッキーカード。オッケー、超えた。うん、9ドルもらったけど、ここで使い切らないと次のバトルで全部お金なくなるので、まあまあまあ使い切っちゃいましょうかね。これがプレイされた奇数ランクのカードがスコアされた時、チッププラス31。はあ、奇数ランク。なるほど。ありかもな。プレイされたフェイスカードがスコアされたとき、2分の1の確率で2ドルを与える。お金がもらえる系か。なるほど。スタンダードバッグ2つ。奇数ランクで31。これ、でも31ってそんなだよな。まあでも、あれか、ストレートで3枚使ったとしたら、3枚使ったとしたら93チップ上乗せされんのか。でかいかもな。いっちゃおうか、これ。購入しちゃおう。で、ここら辺のパックも買って、お金を削っておくと。うん、別に欲しいのはないね。スキップ。オッケー。で、こっちのスタンダードバッグも、なんか、いいのある？ディスカードされた時、タロットカードを作る。パープルシール。へえ、そういうシールのもあるんだね。まあでもいらんかな。オッケー。これで39倍になった。いいね。で、いいでしょう。どうせお金はなくなる。お寿司行きましょう。これで勝てればでかいね。ストレートプレイすると資金がゼロになる。最悪だよな、これ。私をだけを狙ってるもんな。じゃあラッキーカードは後で使おう。今使ってもなくなる可能性があるので、これで4もいらないから使って、 OK、 ハンドプレイ。いやー、0ドル。寂しいね、お金がないって。さあ、これで、1万5000。いいじゃない。で、12がない。あとは、下の方は、じゃあ、ディスカードしちゃおうかな。8も1枚いらないでしょう。これでディスカード。どうだ ?9、8、7、5、2。7、こんな感じで削っちゃおうかね。ディスカード。さあ、11、19、8、7、いけたね。 OK、 よし、これでハンドプレイ。さて、どうだ、何ポイントいくかな。おお、31入ったね。なんか奇数カードって言ってるけど、11では入らないんだな。なんだろう。エース9753だけなんだ。なるほどね。まあ、フェイスカードっていうカードは奇数カードには入らないんだ。そういうことだよね、多分ね。じゃあ、ここのラッキーカードを使って、とどめを刺しに行きましょうかね。
これでゼロになった後にラッキーだったらお金は戻ってくるはずだけど来ないと。まあでもすごいね、数字が。オッケー、押しましたと。いいぞ、アンティ7までクリアした。あと一つ。さあこれで8ドルいただく。ひー、8ドルしかねえ配布が寂しすぎる。どうしようかな。ハイカード、ラウンドの最終ハンドで全てのプレイしたカードを再発動する。ラウンドの最終ハンドで全てのプレイしたカードを再発動、どういうことだ。今まで使ったハンドが全部ポイントが爆発するとかそういうことちょっとわかんないな。最もプレイされたポーカーハンドの惑星カードが天体パックに常に含まれる。おお。あ、じゃあこれストレート強化するときにめっちゃ役に立つね。ジャンボ天体パック、スタンダードパック。なるほどね。まあでも、これが気になるな。ラウンドの最終ハンドで全てのプレイしたカードを再発動。これ買っちゃおうかな。オッケー。もう3ドルしかないので何も買えないと。といったところでね、本日はここら辺で終わりたいと思います。いやーよかったね。このアンティーセブンまで来れたことがかなりの奇跡なんだけど、こっからですよね。多分。この最後に向けての。どうなんだ？アンティー7クリアしたら8があんのかな？まだ。ってことはあとラスト2ステージぐらいなのかな？頑張ってやっていきたいと思いますので。よかったらまた見に来てください。では、おやすみなさい。